こんばんばは,はです。えー、と今日は金沢智子ちゃんの、えー、とローズゴーツ最終公演を、えー、行く前に撮っております。えっ、ー、とね先ほど名古屋から帰ってきまして一晩かな名古屋で過ごしさまざ、あ、まお話ししつつ、えーまあ、ちょっとつ疲れ気味か多いっていう感じですけど、まあ、だっと話していっちゃうと思います。 えともこちゃんの魅力ドーンと3つお話しして、えー、とこのローズクォーツの後にまた話ができればと思うんですけどトモコちゃん一時期どういった形で何て言うのかな、うん、活動していくのかみたいなねちょっと病気のお腹の病気のところみたいなあったんですけれども そういったものがあっても、本当にデビュー当時から声の魅力というのは変わらずで、えー、ともう彼女、聞いたことある人は、あと聞いてない人は、一回、金沢智子で、なんか、ググるなり、YouTube でいいや、<laughs> YouTube がいいや、聞いてください。えー、と彼女の声はもう、一発で分かります。もう特徴的かつ、いろんな歌謡曲、そして、ポップス、ロック、ジャズ、どのスタイルでも似合ってくる、もう宝ですね。素晴らしい声。 まずこれが魅力の一つ。そしてキャラクターです。非常にん言葉を選ばず言えば庶民的でね、えー、と自分たちと普段会っている人間とかと近いところまで降りることをできる技術があるもうこれはねえっ、ー、と接触の時代なんて言われてからのね、えー、と久しくもハロープロー。 アイドル全般そうです、ね、2010年代っていうのはおそ,らくお,おそらくそちらだったような気がしますけどもまあその中においても特に気をてらったことをせずマイペース自分の形というのを見つけ、えー、距離感庶民的な部分ねもう僕はもうこれがこうなっててほしいというかいろんなねスタイルでやってる方いると思いますけどもこれぐらいの感じでないと。 続けづらいいんじゃななのかなともすればもちろんとも子でもともと思うんですけどとも子でも、えー、っと気は使っていたと思うんですけどね、えー、それがナチュラルに続けられるスタイルに落とし込めたというところが彼女が24歳25歳まで今もなお現役でやっている素晴らしいところその長所につながっていると思いますそして3つ目です、えー、っとトモコ金沢トモコ 何を隠そう本人自体も分かっているかもしれませんけども、えっと、自分の美貌に気づいているかどうか。ね金沢智子あの庶民的なんですけどハッとする美しさねこのハッとする美しさがありまして庶,庶民ではないだろうというところとああ庶民だなみたいなところねこの2つ行き来しておりましてねあの「品があるのに」 カジュアルにすぐできるとかまあ逆もあったりするんですけどね逆まあ逆は言うのやめましょうもう魅力に満ち溢れておりましてえっ、ー、と金沢智子を見るとなんかジュースジュースとハロープロジェクトそしてその音楽歌好きになってよかったなというようなね時間が多く訪れますまあ今日はこれぐらいにしておきましょうかねえっ、ー、と金沢智子ちゃんの魅力というところね歌キャラクター ととというところで、ね、まとめまめした綺麗ですね。<laughs> たまには綺麗でいこうじゃあそんな形でまたこのコットンクラブローズクォーツに関しては改めてまとめてお届けしたいと思っていますのでそちらも楽しみにしてくださいでは以上本日は国夫でした行ってきます